日航機墜落事故の遺族らが情報開示を求めて JAL を提訴したときました。そうなんだ。もうだって10年以上経ってない？てか20年以上経ってるか。墜落直後の政府の対応の遅れや事故調査委員会の報告が納得のいくものではなかったという声があります。また事故をめぐっては政府による組織的な隠蔽があったのでオカルトメイトはものまであるようですが、ひろゆきさんどうお考えですか？日航機の JL123 便っていうのが突然落ちたんですけど、で、落ちましたっていう時に、じゃあみんなで助けに行こうってなるはずなんですけど、落ちて24時間ぐらい事故現場に誰も入っちゃいけないって言って封鎖されたんですよね。普通だったら事故現場にいかに早く行って人を助けるかなんですけど、なぜか事故現場に入っちゃいけないっていうことになって、で、その後に現場に入ったら、なんかね、見知らぬ尾翼があったのと、そもそもあるはずの尾翼がなくなってたんですよね。見知らぬ尾翼は、どうやらアメリカ軍の飛行機に使われている尾翼らしい尾翼だったんで、の一部だったんですけど、なぜか1日2日経ったら、その部品がなくなっちゃってたんですよ。事故調査しようっていうので、飛行機が墜落して、でも部品っていうのは必ずその近くにあるはずで、いくら探しても、JAL123 便の尾翼の一部が見つからないんですよ。普通空中で分解したにしても、同じような場所に落ちるはずだよねっていうのなんだけど、明らかに見つからないんですよ。結果として、あれはなぜ尾翼の一部はなくなってしまったんだろうっていうのと、そもそも JAL123 便についてなかった部品が最初に落ちたのはなぜなんだろうっていうので、で、墜落する原因っていうのも、なんだっけ、ブラックレコーダーじゃなくて、なんとかレコーダーっていう、すげえ硬い丈夫な箱に入っていて、墜落した後でも、そのフライトレコーダー、高度だったり速度だったりとか、パイロットの会話だったりっていうのを記録してる機械があるんですよ。それを聞いてる限り、落ちた原因がよくわかんないんですよね。突然コントロール不能になるんですよ。エンジン片方止まりましたとかだったら、エンジン片方止まりましたとか、尾翼が動きませんとか、何か症状があって、そのためにコントロール不能っていうので、ちょっとずつ原因が出るんですけど、ブラックボックスね、はい。突然操作不能になって、そのまま一気に落ちるっていう状態だったんですよね。こっから陰謀論なんですけど、今まで言ったのは、ね、事実として出てる限りの情報で、こっから陰謀論なんですけど、そのフライト JL123 便が飛んでるフライトの、ライン上に米軍の飛行機なりミサイルなりが飛んで、それに JAL123 便が当たったのではないかっていう説があるんですよね。その123便の尾翼に当たって、その結果尾翼が落ち取れて墜落をすることになりましたと。墜落した時にそこには米軍の何らかしらの部品が落ちてると米軍がバッシングされてしまうので、なので24時間封鎖して米軍だけと自衛隊の一部だけを先に入れて、後でメディアとかに見られたらまずい部品を取り去った。で、その後にみんなで助けに行こうってなったっていう陰謀論があるんですよ。取り去るべきだった部品が取り去ってなかったのと、米軍の部品だとして持ってっちゃったのの一部の中に JAL123 便の尾翼の一部があったので、結果として JAL123 便の部品を集めてみたら部品で足りない部品が出てくるっていう、そういう状況だったんじゃないかなという陰謀論があるんですけど、実際どうなのかどうかっていうのは僕は知りません。はい、こんばんは。沖縄先先島諸島在住です。毎日台湾有事の際の防衛費が計上され、実際に自衛隊の増員、弾薬庫整備などすでに防衛強化されてあります。最近ある対談で石破さんがシェルターの話をしていました。石破さんの考えも素晴らしいですが、有事の際の民間人避難に対して島にはシェルターより迅速な避難が僕は適していると思っています。ちなみに先島諸島人口は10万5000人です。旅客機300人搭乗平均だと350回、大型客船は2700人乗員できます。ひろゆきさん、毎日有事の際に民間人避難はどういった避難体制が良いと思いますか？戦争が始まった時に旅客機飛ばせられません。例えば JAL とか ANA のパイロットがこの戦争が起きてる島に行きたいかって言われたら行きたくないですと。で、その CA さんも行きたくないですっていうので、なので行けません。以上です。アフガニスタンの日本大使館を救出したのは確かアメリカの飛行機だったんですよね。日本の飛行機行かなかったんですよね。で、なんかそういう感じで、割と日本が行かないって多いですよね。で、ロシアも、そのロシアとウクライナが戦争になるって時に、じゃあそこのロシアから逃げたいっていう日本の人たちいっぱいいたんですけど、確か日本チャーター機飛ばさなかったんですよね。っていうのがあって、なのでその350回を飛ばせばいいじゃんは、非常と空論としては成立するんですけど、誰が行くの？仮にじゃあそこで撃ち落とされて、人が死んだ時に、誰がお金払うの？あ、トルコか。トルコでしたね。すいません。
要はその、まあ、あのパイロットが亡くなりましたって言った時に、じゃあ会社としてはその、まあ、亡くなってしまったパイロットにやっぱりなんか数億円払わなきゃいけないよねと。もともとそのパイロットってそれなりに稼げる人たちなので、遺族に対してそのパイロットが生涯稼げるぐらいの金額払わなきゃいけないってなると、数億円払うのって株主が OK してくれるのっていう話になるんですよ。で、あの保険入ってるからいいじゃんみたいになるんですけど、保険会社って戦争の場合は払わないっていう特約が必ずあるんですよ。なので、そのなんか数億円のその、じゃあ、 あのパイロットが亡くなりました、パイロットの遺族に対して数億円払わなければいけません、保険会社に請求しよう、保険会社は戦争だからアウトっていうのがあるので、そうすると巻き戻って、じゃあ戦地である先島諸島に JAL とかのパイロットを送れるかっていうのを会社として確認して、本部が確認すると保険会社が飛ばしてはいけませんってなってるので、無保険の飛行機を飛ばすことはできないよね。そうすると無保険の飛行機飛ばせないから、誰もパイロット乗れないし、遺族も死ぬかもしれないから飛ばしたくないよねってなると、350回も飛ぶ人はいませんってことになると思います。で、その大型客船2700人に書いてますけど、大型客船も行きたくないというのは変わりません。なので、結果としてシェルターでまずは1週間とかその生き残っていただいて、でその1週間の間に自衛隊とアメリカ軍がめちゃくちゃ頑張って、中国だかどこだか攻めてきたところを追い返して、でその後安全になって戦争状態は終わりましたっていう形で徐々に避難するか、まあ戦争が終わったので安全ですよって日常生活をするかっていう形になると思うので、なので僕は戦争の時にシェルターっていうのは結構正しいと思うんですよね。例えばそのウクライナの人たちが、じゃあ逃げようって、まあその4000万人で、確か4000万人ですよね、ウクライナの人口が。4000万人が逃げたいって言って受け入れられる国ないんですよ。隣の国とかも人口が3000万人とかだったりする国に、ウクライナ人が4000万人来たら暮らせるわけないじゃないですか。インフラ3000万人分しかないんだからっていうのがあるので、なのでその避難っていうのは誰が受け止めるかっていうのもあるんですよね。例えばじゃあ10万人をどこに行くのか。沖縄にじゃあ10万人行きましたって言って、沖縄に10万人分も家ないっすよ。なのでそうすると、じゃあその体育館とかにせいぜい1000人とか住むんですけど、体育館1000個もないじゃないですか。なので、その結局じゃあ避難した先で誰がどうやって住むのかってなると、そんなとこねえよと。で、食い物とかどうすんの？要はその、仕事もないわけで、じゃあ戦争が1ヶ月続きましたってなったら、お金自腹で買えますか？でも別にその ATM とかでそんな貯金ないですってなると、その生活もできないじゃないですか。っていうのもあったりするので、その現実問題として、避難をっていうのを誰がやるの？避難ってどこに行くの？じゃあその生活誰が保障するの？っていうのが、未知数すぎるので、やっぱりシェルターっていうことになっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。日航機墜落事故から34年経ちますが、ひろゆきは飛行機で移動中墜落すると分かったらどうしますか？録画するんじゃない？日航機123便について考えが聞きたい。アメリカの飛行機だかミサイルだかが当たって尾翼が飛んで落ちたっていう説を僕は信じています。そうじゃない限り普通もうちょっと飛行機飛べるはずなんですよね。空中で折れるとかっていうのだったらもうちょっと部品の飛び方違うんじゃないかなっていうのと、日航機が落ちた後のエリアをその米軍がなぜか封鎖していて何かをして、でそれまで日本人が入れなかったっていう話もあったりするので、米軍が何らかの関与をしたっていうのは事実なんじゃないかなと思ってます。ひろゆきさんがもし911のような事件に巻き込まれた時どういうことを取りますか？相手は銃を持ってないんですがナイフ的な武器は持っていて、コクピットは占領されている前提で、決起盛んな人を盾にしますね。911 の飛行機が占領された状態で、パイロットのところに犯人がいて、客室にも銃を持ってる人がいるっていう状態で、ただ銃って基本的には1回のターンで1人しか殺せないんですよ。連射できますっていうタイプだとしてもせいぜい 2,3 人しか殺せないので、5人一緒にせーので襲いかかったとしたら誰かは生き残るんですよ。なのでこのままだと死ぬよね。せーので襲いかかるっていうのをやろうぜっていうのを4人ぐらいの人に言って、襲いやすい状況では客室の中かに自分たちから廊下側の方に行くと、廊下っていうところ一列になってしまうので襲われてしまうので、奥の方でトラブルを起こしますと。でトラブルを起こして客席の間の廊下を通ってこなきゃいけないじゃないですか、銃を持ってる人は。で通ってくる状態で両側から突然押さえるっていうのをやると、僕が客席側ね、で客席側でここの廊下を犯人の一人が通ったとして、
こっち側に集中してるので、銃口さえ押さえちゃえば、自分が撃たれることはないんですよ。多分こっち側の誰か撃たれるかもしれないですけど、っていうので、ただ、撃った瞬間に反対側からも押さえてくれる人がいれば、銃奪い取れるんですよ。銃奪い取りさえすれば、とりあえず自分が死ぬことはないじゃないですか。で、その後さ、犯人撃ちます。で、銃撃戦になる可能性があるんですけど、銃撃戦になる可能性があっても、僕は銃を持ってるので、自分が死ぬ可能性はほぼゼロになるんですよ。もし僕が死ぬときは飛行機が落ちるとき。銃持ってない場合って、撃たれたら、撃たれたが死ぬじゃないですか。でも銃持ってる場合は反撃できるので、自分は死なないっていう状態になるので、その後に、誰が銃を持っているのかわからない状況にします。僕が銃持ってるって分かっちゃうと、僕の方に弾撃たれちゃうので、銃をちゃんと隠すのと、飛行機って椅子が縦に並んでるので、ちゃんとしゃがんで、こそこそと歩幅前進をすると、横移動できるんですよね。銃を持ってる人が横移動してるときは、僕たちのために戦ってくれているんだって、割と乗客は誤解をしそうじゃないですか。ただ僕は自分の元にいる場所にいると、あいつが奪ったってバレてるから撃たれるから逃げてるだけなんですけど、そうじゃない形で移動するのと、誰が銃持ってるかわからないように他の人の上着を借りて服を変えるとかやると思うんですよ。こういうやつが銃を持ってたっていうのを上着の色とか髪の毛の色とかで結構人って認識するので、帽子をかぶって上着を変えるってやると誰が持ってたのかわかんなくなると思うんですよね。ほんで銃を隠した状態で客席にずっといるってなると、逆にどこに銃があるかわからないので犯人側が客席に来れなくなるんですよね。っていう感じでちょこちょこと格好撃破していくんじゃないかなと思います。飛行機に乗るときは順番があるのに、なぜ降りるときは順番がないんでしょうか。着陸してから我先に降りたがって通路に立って待ち構えている人たちを見るとアホっぽくて笑ってしまいます。あの人たちはうんこ漏りそうなんですか。頭悪いんですよね飛行機に乗るときもそうなんですけど、なぜか飛行機って前の方の人から乗らせるんですよ。前の方がいい席なんですけど、前の方、グループが5個ぐらいのグループに分かれて、はい、グループ1番の人いてくださいっていうので、前の方の席なんですよ。でも、本来、飛行機の中にお客さんを詰め込むんだとすると、一番後ろに座る人を先に入れた方がいいんですよ。一番後ろに座る人を先に入れて、一番後ろでゴタゴタしてて、次の人に後ろから2番目のグループ入れて、ゴタゴタさせるっていうのでやってれば、効率よく入るんですけど、なぜか一番最初の人たちを入れたがるので、一番最初の人が1荷物を入れてる間に、後ろの人たちっていうのがずっと列になって止まっちゃうんですよ。でも、最初に後ろの人たち入れたら列にならないじゃないですか。っていうのがあるので、本来であれば後ろから入れてって最後前だよねっていう人が全体の待ち時間は少なくなるんですけど、残念ながら世界中バカが多いのでこのルールって適用されないんですよ。僕が知る限りこのルールが適用されてるのってエミレーツ空港ぐらいなんですよね。エミレーツ航空？例えば日本ってファーストクラスって最初に乗れる権利があるんですよ。なのでファーストクラスの方先乗ってくださいとか、ビジネスクラスの方先乗ってくださいってなるんですけど、飛行機の中よりラウンジの方が快適なので、エミレーツ航空とかの場合って偉い人は一番最後に乗るんですよ。快適なラウンジに最後までいてください。エコノミーの人たちとかが全員乗り終わった後に、一番お金を払ってるファーストクラスのお客さんは今から乗ってくださいって言って最後にファーストクラスの人が乗るんですよ。っていうのが普通に考えたらそれの方が効率よくねってなるんですけど、世の中ってバカが多すぎたせいでなぜかそのルールが適用されないですよね。なので残念ながらその効率っていうのはあんまりうまく適用できないよねっていうのがあるんですけど、まあしょうがないですよね。マスク着用のお願い拒否った人が飛行機を降ろされました。これに関するりょうきさんの見解を教えてください。飛行機って落ちたらみんな死ぬんですよ。船とかもそうなんですけど、なので船長とかパイロットは絶対です。なのでコロナがどうこうとか正義がどうこうとかどうでもいいです。もし飛行機に乗るんだったらパイロット機長には必ず従わなければいけません。たとえその機長がクソ野郎で言ってることが間違ってたとしても機長に従わなければいけません。飛行機というのはそういうものですなのでそこの中自分の思いとか考えとかっていうのを言うのであれば地上で好きにやってください。飛行機とか船とかっていうのは他人の命を預かっている機長が絶対的な権限を持っている場所なので青年の主張をやる場所ではありません。以上です。 JAL と ANA は統合してね、 ANA やめようかはい、になるかもしれないですね。